十二レース一着となりました。佐藤慎太郎選手にお話を伺っていきます。一着おめでとうございます。どうもありがとうございました。渡辺裕太選手の番っていかがでしたか。まあ裕太が本当に頑張ってくれました。うん、はい。後半の二人でどう走ろうとか。おっしゃってたんですか。まあ全面的に任せるということで、うん、まあ信頼して。ついてました。はい、はい。そして四コーナー回ってきた時はどうでしたか、うん。なんとかワンツー決めたいと思ったんですけどね。うん、まあギリギリまで待ったんですけど。外伸びられちゃって、ちょっと悔しいですね。はい。 にそうした足の感じはいかがでしょう。まあ日に日に良くなってると思うんで明日もうちょっといい状態になるかなと思います。うん、このコーチバンクは佐藤選手にとってどうでしょう。まあコーチは思い出のバンクなんで十番も取ってますし、うん、記念も取ってるんで今回も頑張りたいですね。はい。お客様も期待していると思います。本当にあの場内お客さんいなくて寂しい状態なんですけど、うん、あの画面の前から応援してくれてると思うんで、うん、頑張りたいと思います。 では今一度応援してくださるお客様にメッセージをお願いしますはい一戦一戦全力で頑張ります応援よろしくお願いします